はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は11月下旬の新作の中からザ・ナイトウィッチというゲームの体験版を下調べがてらに遊んでいきます。リリースは11月の30日の予定、日本語対応の作品です。体験版も日本語に対応しております。コントローラーも OK です、対応しております。ゲームは美しい手書き世界の舞台で繰り広げられるハイテンポな弾幕シューティングアドベンチャー。地下に広がる平和な大都市ダンジョニダスが謎のゴーレムの軍勢に襲われた。騎士であり魔法使いでもある主人公のレインが故郷を取り戻し、ウォーゴーレムを操る真の黒幕に挑む物語ということです。ちょっとシューティングはあまり得意ではないですけども、遊んでいきましょう。スタート。スロットの選択、セーブ系ですね。14年前、あらゆる生命を死に耐えかけた。絶滅の間際だった。おう。歴史上で初めて世界が一つの旗、大元大家の元に集まった。大賀大家は、技術、科学と進歩を信奉していた。しばらくの間、世界の未来は明るかった。平和な世界だったってことでしょうか。しばらくして資源が少なくなってきた。人々の暮らしを維持するためには、大賀大家は、この星と生態系に対して言い表せないようなことをした。ちょっと日本語が、拙いかな。悪いことしたってことか。それに応えてガイアの子たちと呼ばれる反抗者の集まりが現れた。反逆者ですね。大賀大家に反抗した勢力ってことね。いかなる犠牲を払ってでも星を守る。それが彼らの聖なる使命。こっちが悪者なんかね、大賀大家が悪者なんかがちょっとわからんけど。星が弱るにつれてガイアの子たちを支持する者が増えていった。まあ悪性にはもう耐えかねて住民がこっち側についたってことですね。しかし彼らの努力は無駄だった。そうなんか。負けたんや。ろくな訓練も武装もない彼らは大賀大家の作り出したゴーレムの軍勢にはかなわなかった。ナイトウィッチが目覚めるまでは。これが最後の切り札だったんでしょうね、ナイトウィッチが。ナイトウィッチは自然の力を操る戦士たちだった。空を飛ぶ能力、伝説級の力、そして想像を上回る魔力を持っていた。彼女たちは人々の信用から力を引き出していた。信じる者が多いほどナイトウィッチも強くなった。信仰心がナイトウィッチの強みなんですね。そのおかげでみんなが戦いに加担できた。心の底からナイトウィッチたちを信じればいいだけだった。彼女たちはすぐに反逆の象徴、希望の道しるべとなった。大賀大家は恐れをなしていた。誰も彼もナイトウィッチの名を知っていた。召喚師ファルル。武器の達人シクラ。奇術者アイリーン。そしてチームの最強のリーダー格。破壊の天使ロビン。かっこいいね。これはナイトウィッチが戦争を終わらせた時の物語だ。ああ、この4人で、勝つんですね。反抗者たち、レジスタンスは、大賀大家に、割れた空の戦いの物語だった。俺が、破壊の天使、ロビン。空が割れた、星はもう長く持たない。私たちの負けなの。あらゆる手を尽くしたのに。諦めないわ。認めないわ。絶対に諦めない。この戦いを終わらせる。みんなを救う手段は必ずあるはず。皇帝を倒さないと。皇帝なんですね。長押しで敵を投げ倒す。回避もあるんですね。しょ。はい。投げ倒し RB。コントロールは効きます。これ、エイムか。エイム式なんですね。はいはいはい。もうシューティングですね。マウスの方やりやすいかな。スターを召喚して人々を守るわ。ロビンは先へ行って。ここは任せて、お前は先に行けっていうやつやん。お前たちは先に行け。ちょっとスピードが遅いんで、回避をうまく使わなあかんかもしれん。そういう系だって、ちょっと中華体制みたいですもんね。キャラが大きいんで、ちょっと当たり判定がでかいような気がする。弾がまだ小さいんで、かわせるけど。ちょっとこれは、縫うのは無理と思う。ほら。回避ですね、やっぱり。
回避は使えるかな。危ない危ない。よくあるあるですけど、自分の弾と敵の弾が分からんようになるっていうね。エイムはマウスの方がやりやすいかもしれん。ほら、こんなん避けられへんもん。なるほど、回避が大事っぽい。うん、なんか右下に必殺技みたいなのがありますね。ちょっと使ってみようか。はい、武器の達人シクラでしたっけ。奴らは壁をどんどん立ててる。私たちはその壁を壊すだけよ。ルーンエッジストライク。行きなさいロビン、アイリーンは奥にいるわ。今こそチャンスよ。お疲れ様しらシクラ。ここに陣取ってゴーレムを外へ出さないようにね。敵はゴーレムっていう敵なんですね。機械人形をこのダンガダイキは作ったんでしょうね。危な。そうか、そらそうですね。スピード一緒じゃないよね、弾のね。うん、障害物があるからまだ楽ですね。危な。ダメだ、危ない。回避が使える。あ、召喚士、奇術師って言っとったね。アイリーンでしたっけ。これまで見た以上に頑丈のドアね。猫がドアを持ち上げてくれてるんですね。校庭はすぐ先なはず。私たちが開けておくから、この木を逃さないで。ありがとう。これ他の人たち死亡フラグじゃない。ロビン、行く前に伝えたいことがあるの。ほらほら、空が崩れてる。でもどうやっても直せるかわからない。全て終わりみたいな感じがする。でも恐れてはいけない。何らかの奇跡を起こして状況を変えられるのはあなたしかいない。私はできる。おお。危ない。まだいけるね。弾幕は厳しいね。だって今の隙間回避じゃないと抜けれない。必殺技使うの忘れてた。ちょっと使ってみよう。何が何の必殺技か3つぐらいありましたね、スロットに。ロビン、何もかもお前のせいだ。エレバス皇帝。私のせい、そこまで取り乱しているとは思わなかった。あなたの無責任な暮らしがこの星の寿命を削った。あ、環境破壊、環境破壊か。あなたが空を粉々に砕いたのよ。金を稼いで何をつもりだったわけ。こんなことになるのは知っていたでしょ。お前は自分の役割を理解していないなら、ナイトウィッチどもはソーシャルエンジニアリングから生まれた武器にしか過ぎない。なるほどね。と、人々の信じる心からこのナイトウィッチが生まれたっていうことでしょうか。恐ろしい兵器なのは確かだ。金で手に入るどんな軍隊よりも優れている。お前たちのせいで全資源を兵器開発に注ぎ込む羽目になった。この戦争が始まった直後は飛行型ゴーレムすらいなかったのだぞ。まあ、この皇帝はもうナイトウィッチたちを敵視してたんですね。戦争がなかったら何ができたか考えてみろ。宇宙探索だってあと少しのところだったのに。住めなくなる前にこの星を離れた他の星に我々の文明圏を拡張できたのだ。他の世界、どうせこの星と同じように絞り上げるつもり。エレバス、私たちに罪を押し付けないで。死にゆく星から逃げるのではなく癒すのよ。ふざけたことを言うな。お前たちの望む通りに全工場を閉鎖したら社会は崩壊しただろう。死んだ星に社会は成り立たないわ。なるほどね。これまでの守護に対する報いを受けなさい。空が飛びだけの世間知らずめ、礼儀を教えてやろうではないか。これは囲まれてますね。必殺は使うがいきなりと、適当に使え。なんか使ったね。ちょっと必殺技が見れない。見てる暇がねえ。BB、 これね、誘導弾みたいなの出た。まだかわせるレベル。
あ、結構隙間はありますね。これどうやったらあれかな、魔法チャージできんやろ。あ、これか、これか。あ、なるほどなるほど。トゥハンドキャノン、大きくなった。攻撃力上がってんのかな。ちょっとキャラがでかいんで回避が縫えない。だいぶ離れないとちょっと待ってくれ。あなるほど、時差攻撃が。必殺技なんか。あちょっと前すぎた。回避のタイミングも重要。なんか出た必殺技。あ、倒したね。なんということだ。アリエンザを一体どこからそのような力が。私の力ではないわ、みんなの力よ。ナイトウィッチのリンクのおかげ。リンクっていうのがみんなを信じる元気玉みたいなもんですね、多分。元気玉って。みんながあなたの敗北を望んでいるだけ。私は彼らの代わりに戦っている。どいつもこいつも恩知らずの裏切り者だ。人々が私の敗北を望むだと。そうか、この手で一人のことを叩き潰してやろう。エナジーよー、光よーみたいなね、邪行やん。何をする気なの。何もかも吹き飛ばすつもりで。自爆？天帝様は闇がを嫌いだ。エレバスの、利己心が狂気へと変わったとき、すべての人々はリンクを通じてロビンと繋がっていた。リンクは総合的なものだ。みんなはロビンに力を与えるだけではなく、彼女を通じて戦いの様子を感じ取ることができた。みんなの元気を分けてくれ。この時思いがけない奇跡が起こった。みんながロビンを信じた。みんなが彼女の勝利を望んだ。彼女を通じてみんなと繋がっていた。自分の目から涙が流れていた。あの時彼女は本物の女神だと思えた。ほう。彼女は人々の力を一つにまとめた。一撃を叩き込んだ。元気玉！パンチ飛んできた。こうして戦争は終結した。みんなが敗者として。みんなが敗者として。大河大家は生活のあり方を維持しようとしていた。だがこの女に打ち砕かれた。全てが言い切り系の翻訳やね。ガイアの子たちは命を救うために戦った。しかし、星は空にまで傷を負い、もうすぐ死ぬところだった。何もかもが失われ終わったかと思うこの瞬間に限って運命のいたずらは起こる。ロビンのとどめの一撃でできたクレーターから地下トンネル網が見つかった。両勢力の生き残りは武器を捨ててそのトンネルへと入っていた。ああ、皇帝は脱出口を用意してたっていうことかな。人々は地表から離れた永遠に。で、地下に町を築くんか。こうして忘れ去られた都市ダンジョニナスが見つかった。イニシエの巨人族、ヘッカリスが築き上げた避難所だ。巨大な生命移送機能を持つマシンを中心に建てられた都市、真の祝福であり、生息可能な都市だ。ダンジョニナスとマシンのおかげでエナジー、酸素、食料、住まいと平和を、すべてを得ることができた。その平和は14年も続いてる。だから私たちは毎日、ナイトウィッチたちに感謝してる。ありがとう、ナイトウィッチ。ありがとう。無限の力を持つロビン様。ここまでがプロローグっていうことですね。そうしてダンジョニラスが出来上がったってことか。では皆様もご家族と一緒に浮遊所へお祭りいただき、お集まりいただき、初めてのロビンの日をお祝いしましょう。ユーロビンの日ね。Aニュース。あ、ロビンをどっちがやるかっていう、お芝居でしょうかね。主人公ですね、これが。あの子たち戦争が終わってしばらくした後の生まれでしょうね。でもみんな昨日の出来事かのようにロビンのことを話してる。彼女は本当に、後世に語り継がれる英雄になったのね。それはそれとして、愛かに会わなきゃ。食料庫で待ってると言ってた。確かこの先のはず。あ、クエスト、え？相方との絆、導きの風。一緒に歩けば迷うことはない。迷ったら、スタートボタンかな。魔法の風が道を示してくれる。だって。押してみよう。違う。こっちか。
ダッシュとかないんかな、早く動く。回避がない。回避がない。厳しい。しかも、ショットも、遅い。この子。なんか割れた。割れそう。あ、まあ、いっか。あ、ちょっと待ってください。これ人？あ、人っぽいね。まあ、いいや。回避ない、ショット遅い。ロビン結構強かったってことですね、これ。これかな？あ、いいか。赤いか。レイン、こっちだ。サプライズを見る余裕ができたか。ああ、はい。サプライズって何のつもり？気になるのは確かだけど。ああ、ロビンの日に向けて僕らのグループはウォーゴーレムに似た飾りのランタンを作るに頼まれた。良い趣味とは言い難いけど。ランタンを作り始めてからいくつかキープしたいと頼んだら、いくらでも持って行って構わないって言われてさ。わかんないね。あ、レインはナイトウィッチにならなかったんや。君たちナイトウィッチは姉妹のような関係だったけど、最後まで手を貸さなかった。なぜ？割れた空の戦いがあった日、毎年来るたびに君はいつも落ち込んでいた。なのに今じゃその日がロビンの日なん。何かでストレス解消でもできたらいいかな。なんか理由があって、レインは戦いに参加せえへんかったんですね、多分。赤い、気を使ってくれて嬉しいけど大丈夫。私も星を守る手伝いをしたかったけど、ああ、力不足だったってことか。足引っ張るから、行かなかったんですね。レバーを引いてみな。ギミック。これ練習？一体どこから出てきたの？聞いたかい？射撃訓練さ。戦争で、ゴーレムと戦わなかったの、訓練では最高の成績を収めていたじゃないか。あ、そうなんや。エースだったんですね。んー、ちょっとコントローラーだとエイムはやりにくいな。あれでやってみよう。マウスで。あ、マウスの方がエイムは正確ですね。まだまだあるさ。もう一つのレバーを引いてみるんだ。本当に一体どれだけこの訓練場に労力を費やしたの？みんながあの意地悪な英雄さんを祝うパーティーをしている一方で、こんな離れた場所に秘密基地を作って、君のためにゴーレムを用意した努力がどうか。意地悪な英雄？ロビン？らしい。直感を生かして敵を見ずに撃つ技。そんな、できんの？直感エイム。狙いをつけずに RB を押すと直感を頼りにショットを放つ。ダメージは少し落ちるが必ず敵に当たるって。あ、本当ですね。勝手に撃ってる。エイムなしで。直感エイム。これをうまく使わなあかんってことかな。楽勝ね。あなたの考えが正しいと思い始めたらこれすごく楽しい。3本目のレバー。このキノコ市場まで運ばなきゃ。8体だって。彼女たちは君を裏切ったと思う。なんか因縁がありそうですね。あの、4人のナイトウィッチと、この主人公は。同年代ですね、多分。最後のチャレンジ。やるわよ。直感エイムでいこうか。こっちか。回避がないから移動が遅い。8体超えたらなんか褒美もらえるのかな。え、まだやらないかな。もういいんかな。自宅へ戻るって。繰り返します。正体不明の敵から攻撃を受けています。直ちに浮遊場へ避難してください。浮遊場は安全です。繰り返します。浮遊場は安全です。あ、ロビン生きてるんですね。って聞いてるんでしょうか？もう。音がなくなった。閉鎖された。
何やら本物のゴーレムは恐ろしい奴らじゃない。一体残らず破壊したのに誰かがゴーレムを持ち込んだ。直感エイム。ちょっと回避がないんで厳しいな。しかもショットも遅いし。とりあえず自宅へ戻るらしい。なんか出たね、今。十字キーを押したらなんかステータスみたいに表示されましたね。一応押しっぱなしで連打はできる。ドアがロックされてる。冗談じゃないよね。向こう側まで行かなきゃならないのに何か壊してでも道を探さなきゃ。壊す？あ、ダメみたい。あ、こっちですね。メトロイドバニアらしいんです。からなんかありそうですよね。ほら、こことか。ないか。秘密の抜け道的な。何か、卵みたいなのが。敵っぽかった。違うわ。セーブポイントじゃないかな。そうですね、多分。休憩してから、試作する？ダンジョニダスはこの星最後の都市だと思って、でも攻撃を受けている。できるだけ早く赤い湯見つけなきゃ。セーブじゃないんか。ボス？新入りの衛兵が捕まってる。助けて、助けて。でかいのあげてる。ちょっと。ロビン様、どうかお助けください。毎日のようにあなたに感謝いたしますから。あの、ガキ。ガキって。信じる心、これがレベルアップの経験値なんか。どうも、30種類ぐらいのスキルとかがあるみたい。赤い旦那さんだったんですね。他の知り合いかと思ってた。残念ながら何も知らないし、守りようがなかった。最後の戦争が終わって以来、誰も武器を手にしなかったからな。ライトウィッチが何とかしてくれさ。君も不自由避難したら、やるべきことがある。あなたと、私はあなたたちでリンクができたから、城へ転送されるはずよ。民間人救助はナイトウィッチの訓練で学んだ基本だからね。だって。ああ、こうやって助けていくんでしょうね。なるほどね。急いで家へ帰って、スペルカードを取ってこないと。右下にさっき出てたのは、スペルカードなんですね。下って出てたね。下ですね。こっちね。開いた。なるほど。スペルカードより回避が欲しい。直感エイム楽ですね。ダメだダメだ、危ねえ。いける？もしかして。何もない。危ねえな。下か。下か、あっちか。あ、迷路になってるんですね。あ、ダメ、危ねえ。避けないといけないのに。あ、びっくりした。赤い。ん？これはセーブポイントかな？さっきこれセーブじゃなかった？セーブされてんのかな？ダンジョニダスはこの星の最後の、うん、さっきと同じこと言ってるね。こっちかな？自宅。あ、ついに行きました、自宅。赤い！行ってない。とりあえずスペルカードか。旦那さんが行ってない。どこなの？うん、市場行くって言ってたね。キノコ届けるって。あ、赤いは戦士らしい。スペルカード。
古いスペルカードがまだ入ってた。ああ、先ほどのなんかセーブポイントって言ってたところが、あそこじゃないとスペルカード装備できひんのか。ここなんもないかな。あ、ちょっと待て。神秘の柱。戻らな。あったわ。ほう。神秘の柱で、あー、デッキ編集するってことですね。装備、ここでしかできないってことや。スペルカードのデッキを構築するのは簡単だ。こんだけか、持ってんの。バンクから好きなカードを選ぶ。ショックウェーブ。名前装備全部できる？持っている数だけ同士のカードを複数枚デッキに入れることができる。同じカードを多く入れるほどドローされやすくなるって。じゃあ、同士のカードか。マシンガンがいいんかな？これも入れよう。全部入れるか。爆弾は、ルーンボム。これさっき、あんまり弱かったよね。爆弾にしとこう。はい。じゃこれでいこうかな。試してみよう。さて、カードの準備ができた。実際に使ったことは一度もないけどね。証か。これに試せって。装備したのは、あ、マップ出た。装備したのは5つやったけど、どう変えんのやろ。敵を攻撃するとマナが溜まる。マシンガン。ナイトウィッチたちはそれぞれ己の訓練場を作り出せる。そこでは安全かつ無制限にスペルを試すことができるって。なるほど、ここか。あ、これがマナーですね。マシンガンいいね。ボム。あ、これ撃つんかな。あー、なるほどね。はいはいはい。マシンガンが良かったな。アックスはどんなスペルでしょう。すげえ。まあ、大体分かったよ。じゃあ行こうか。あれ、もう出てけへん。はい。こっちかな？うん、こっちはアカンっぽいね。あ、開いた。行ってみよう。こっちが正解でしょ。地図的に。まあ、行ってない方行こうか。何かまた、あれ、え？アンブッシュ発生、ワーニング。アンブッシュ？ん？何？敵？待ち伏せってことか。回避がない、回避が。これ、いつ終わんの？回避がない、回避が。あー、ゲージ下に出てますね。あ、近くじゃないとあかんのか。なるほど。斧を使おう、斧。マジか。斧使えなかった。食らったな、今。やっと終わった。アンブッシュって待ち伏せみたいですね。なんだあの Y は。いけないやん。上か。市場。こんだけ。あーっと、どっちやろ。市場上。なんか光ってるけど。まあ、いっか。市場の方行きましょうか。人じゃない人がいてる。おい、そこの君。はい。あたし？
あなたってケーキ売るスケルトンだよね。ケーキ売ってんねや。そうさ、麻痺のいかが？今言うわ。どこからともなく現れたゴーレムの群れと戦いながら、危ない目に遭ってるかもしれない夫を探してる最中だから、気の毒に。アンダーベイカーは今日ロビーの日ということでマフィンの売り上げを伸ばすように命令した。ふぅ。ウユーちゃんどこよ？ゴーレムは精鋭者しか狙わない。もうじゃ全く目もくれない。そうなんですね。マフィンで、防具作れる？なるほどね。ちょっと、ナイフが3やったらきついもんね。シャード、これ使って、クラフトするってことですよね。あ、絆の力を手に入れた。結局、ゴーレム倒しても、シャドウは手に入るけど、経験値は、入らないんですね。もうこれは使えるよね。うん。このリンクですね。え、パープしてくれへんの？店、入る。あ、やっとパープできる。客、1000もある。ヘルス回復、買っとこうか。何個買えんのやろ。あー、なるほど。今回復するんや。あー、やっと、ライフが1増えた。これは？あ、使っちゃった。訓練所移動。爆弾でいいか。OK。じゃあ行こう。一番上か。これはシャード。回復したいな。回復しよう。できるわ。売り切れや。下行かなかのかな。よし、回復。危ない。あ、全然余裕。ちょ、危な。当たらんかったね。普通に言っても多分。吸い込まれる。引力が。取らんとこ。ああ、取ってしまった。ああ。危ない。引き寄せられる。なんか当たっちゃったよ。指コインが取られなかった。一番ついたんじゃない？まだか。セーブポイントや、多分。オッケー。あ、セーブしとこう。多分これセーブでしょ。休憩。オッケー。もうここ、ね、ほら、一番。ボスじゃね？ボスじゃないんか。うん、オッケー。お！これは伝説の、ファルル。できるだけのことやったけど、ゴールも多すぎる。赤いは見つからない。デイン、あいつとは戦わないで。インファナール。ナイトウィッチ1人死ぬぞ。あと3人。そんな。マジ？伝説の4人がいきなり死んだ。何者だと聞いている。これ旦那じゃないの？ブラフやめろ。一般人を手にかけるな。そいつは4人いるナイトウィッチの1人ではない。ほっとけ。ロビンがいつ城から出てくるかわからない。今すぐそこに行くのだ。
なんかいろいろと訳ありっぽいね。アブラックサス、新しい命令だ。邪魔者を捕らえろ。誰もこのドアを通すな。アブラクサス？ゴーレムを使ってるんですね。あれがアブラクサスね。勝手に岩の下かどこかに隠れてろ。数時間をすれば全て変わる。ちょっと。休眠状態に入って。排除開始。プラン B。マジか、ボスっぽいね、やっぱり。どういう攻撃してくんやろ。誘導。無理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 。あ、そういう攻撃ね。どうやって起きるんすか、これ。あ、いきなり戦闘なんですね。さあ、なんか倒す方法があるんでしょうね。これはもう回った方がいい。何？危ない。落ちる。ああ、ダメだ。当たる。危ない。いや、これで避けられへんから。危な。5発か。くそ、ちょっと無理。あー、無理っぽい、これは。だって、3回しか当たられへんけど。あ、下に、あれ、あった。あー、ここに入ってくるんですね。鎧変えるかな？ちょっと鎧がいるわ。アーマーと。よしよし。よし、これで挑みましょう。倒せるかな？誘導弾、まず。邪魔だな。来た、来たよ。来た。あ、しまった。よしよしよし。誘導。あ、ちょっとちょっとちょっとちょ、まずまずまず。あー、くそなんか違う攻撃してきたよ。よっ、ちょっと、危なっ。もう喋られへん。危ない。あ、倒した。あー、危ねー。これでパワーアップできるんかな。なんか出ましたよ。メメント・アブラクサス・レッキングボール。
あ、これね。回避が欲しい、回避が。あ、これショートカットですね、多分。ここに出てくるんですね。あ、セーブしたいな。とりあえずセーブしとこうか。でっかい扉。あ、終わりか。なるほど。なかなかっていうか結構難しかった。はい、今回は11月下旬の新作の中からザ・ナイトウィッチというゲームを遊んでみました。まさしく弾幕シューティングとダンジョン探索のメトロイドバニアな作品でした。スペルカードをうまく使いながら進んでいくんでしょうね。右下に表示されたスペルの種類を見てる暇なんかはなかったですね。まあ、主人公のレインもおそらく最初に出てきたロビンのように能力強化されて回避やショット速度の増加とかもありそうな気がします。かなり骨太な難易度の作品のような気がします。リリースは11月の30日の予定、日本語対応の作品です。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。皆様明日の良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。